さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。よし今日も頑張って働くぞ。うん、なんだここから見えるけど、なんだあの怪しい集団は。ちょっと権力さんたち、な何やってるんですか。何をやってるって、そんなの見たらわかるだろ。手錠、みんなで体操してるんだよ。体操って、俺がいつも手錠ストレッチやっても誰もやってくれなかったじゃないですか。本部からの命令らしいですよ。手錠先輩もやってください。あのストレッチは手錠くんが勝手にやってただけでしょ。これは仕事のストレッチよ。くう、みんな仕事となるとちゃんとやるんだから。いや手錠近いからもうちょっと離れてやりなさい。スローにするのもやめなさい。はあ、今思い返したら学生の時ラジオ体操やるだけで結構疲れてた記憶あるけど、今のだけでめちゃくちゃ疲れましたよ。そうね、1月にいっぱい食べた分をカロリー消化しなきゃ。ほらみんな、ホワイトボードを見ろ。ホワイトボード、今月は本部からの命令でお前たち含むこの町も取り締まり月間だ。取り締まり月間、具体的に何をやるんですか。この桜町でも物騒な事件がたびたび続いているからな。これを機に町に出て職務質問を行うぞ。職務質問？いや、警察官がやる土定番中の定番だと思うんだけど。まあこちらとしてもあまりやりたくはないんだがな。まるで桜町が治安が悪いみたいに思われても嫌だし。というわけで手錠とランコ、お前たちは今日一日町に出て片っ端から職務質問してこい。やる相手はお前たちに任せるからな。くれぐれも町の人に反感を買わないように気をつけろよ。了解しました。頑張ってきます。おいランコ、ちょっと休憩したらすぐに行くぞ。はい、わかりました。ランコちゃん、持ち物検査はしてもいいけど、あんまり男の人の持ち物は探らない方がいいわよ。男の人がますます信用できなくなるから。なるほど、肝に銘じておきます。俺は別にスマホの中を覗かれても大丈夫だけどな。とりあえず先輩、どの辺でやりますか。そうだな。ちょっと先輩、私のヘルメット食べるのやめてくれません。町の真ん中ら辺に止めてずっと見張ってたらいいんじゃないか。そうします。あ、コンビニ寄っていきませんか。ランコからコンビニに寄るって言うなんて珍しいじゃないか。私空気の読める後輩なんで。あ、いらっしゃいませ、ランコちゃんと手錠さん。やっほー、マミちゃん、今からね町の真ん中で職務質問を行わないといけないんだ。だからお腹満たしておこうと思って。それよりもマミちゃんにもちょっと職務質問しちゃおっかな。その服に詰まってるもの出してもらっていいですか。もうランコちゃん、セクハラですよ。ランコ、お前はなんていい後輩なんだ。ごちそうさまです。くそ、ランコ、お前俺を喜ばせたらコンビニで何でも買ってもらえると思ってやっただろ。ほらよ。あ、バレました。だっていいじゃないですか、先輩も今日一日やる気出たでしょ。それじゃ職務質問しに行きましょうか。先輩、どんな人に声をかければいいんですか。そりゃあまあ見るからにちょっと怪しそうな人だろ。例えば、お、あの人とかいいんじゃないか。すみません、ちょっといいですか。今町の取締月間として職務質問を行っているのですが、何か身分を証明するものはお持ちですか。ああ、ご苦労様です。私はそこの病院勤務の者でして。先輩見てください、この人刃物持ってますよ。ああ、それはあれですよ、手術後にたまたまポケットに入れっぱなしだったメスですよ。メス。あ、もう一つ出てきましたよ。病院勤務の人がこんなメスをおろそかに扱いません。怪しいですね。ちょっと交番でお話よろしいでしょうか。だから本当に病院勤務なんですってば。手錠くん、あとは私たちに任せて。バンバン怪しそうなやつは取り締まってこい。手錠とランコ。ちょっとリュウジくん、それはまずいでやんすよ。リュウジ、いくらなんでも友達としてそれはダメだと思うぞ。
先輩、あれなんか怪しそうですね。ああそうだな、スマホか。最近はネットからの事件も多いからな。よし、ちょっと取り締まってみるか。すみません、もしよかったらちょっとそのスマホ見せていただいていいですか。これはですね、おまわりさん、ただの恋愛シミュレーションゲームをしてるだけで、別に怪しいことは。なんだこりゃ、一人の男子高校生の写真がいっぱいあるぞ。しかも先輩、体育の授業の着替えてるところまで撮られてますよ。君、これはちゃんとこの人に許可をもらって撮影しているのか。それはですね、してないでちゅ。タイガがいけないんだ、あんなにかっこいいから。手錠くん、ちょっと癖の強い人を連れてきすぎじゃない。まあ怪しそうな人はだいたい癖強いですよ。あ、先輩見てください、お寿司屋さんの前、お金もらって嬉しそうな顔してる男の人がいますよ。サンキューな、フルカ、今月お金なくて困っててさ。もう今月ってまだ始まったばっかりよ。でもクゾー君のためだったら私いくらでもあげちゃう。よし、それじゃあこの金で寿司でも食おうぜ。最低、絶対騙されてますよあの子。ちょっと言ってきます。ランコ、ダメだ、別に悪いことをしているわけじゃないだろ。でも絶対あの子を騙されてますよ。いくらあの男がクズだったとしても、あの女の子があの男を選んでるんだ。他人の俺たちがとやかく言うことじゃない。確かにそうですけど。ちょっとクズオ君、その女誰。クズオ君、私だけって言ったよね。違うんだ、俺は二人とも愛してるんだ。ほら見ろ、女性をそうやって扱うからだよ、ベーダ。ったく、ランコはあんまり市場を持ち込むなよ。それじゃあ先輩、そろそろ戻りますか。あれ、なんかあの前にいる人ちょっと怪しくないですか。なんだランコ、一丁前にデカの勘ってやつか。そりゃ私だってもう何年も働いてるんですから。ちょっと聞いてみましょう。すみません、ただいま職務質問をしていまして、少しお時間よろしいですか。なんでこんな時に警察が。ほら、おとなしくカバンの中身を見せなさい。先輩、なんか一冊ノート見つけましたよ。あ、それは見ちゃダメだ。2月3日、計画実行、コンビニ強盗を開始する。あなた、そのカバンの中全部ちゃんと見せなさい。待て、ランコ、俺たち今日コンビニに寄ったじゃないか。その時別に何もなかったけど。先輩、きっとこれから行動するつもりだったんですよ。別にそのノートに書いただけで何もしてないから俺は関係ないだろ。でもこのノートに書いてあることが本当に行われるとしたら、俺は見過ごすわけにはいかない。今はまだ悪いことをしていないかもしれないけれど、これを書いていることはそれをしようとしているっていうことだ。悪いけど交番に連れて行くぞ。くっそ、俺は何もしてねえだろ。警察官はノートに書いてあっただけでこうやって捕まえれんのかよ。権力さん、俺間違ってませんよね。大丈夫だ手錠、自信を持て。事件が起きてからじゃ遅かった。お前はちゃんとマミちゃんを守れたんだよ。そうよ手錠くん、ノートに書いてあろうがネットに書いてあろうが、人に危害を加えることは絶対に書いちゃダメなことなのよ。もし本部から何か言われたら、俺たちが守ってやるさ。そうそう、おせっかいな先輩でごめんね手錠くん。権力さん、伊予さん、ありがとうございます。いやいや、なんで隣の人と牢屋違うんですか。そうだそうだ、タイガの写真を勝手に見た罪は重いですよ警察の方。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。